ディル・クレーマンは、ドイツ出身のサッカー選手。アルマニア・アーヘンから1、FC ・ケルンに加入し、リールス・ SK、RWD ・モレンベイクと渡り歩いた。モレンベイクでは1996から97シーズンに26試合出場したほか、UEFA ・ヨーロッパリーグでも2試合に出場した。その後、エネルギー・コットブスに移籍し、フラム FC に移籍した。 フラムでは26試合に出場し、その美しい口ひげや荒やかな髪、そしてフラムのサポーターのユーモアからポルノスターと称された。フラムを退団した後は、スコットランドのハイバーニアン FC に移籍。ハイバーニアンでのデビュー戦は、マザーウェル FC 戦で2から2の引き分け、しかし彼はこの試合で2得点を決め、鮮烈なデビューを果たした。2001年に契約満了に伴い退団。 ブライトンホーブ・アルビオに FC に移籍すると、彼はイヤリングをつけていたため、伴走口をつけて、ピッチ上に立った。その後この行為によって、出場停止処分を下されている。ブライトンでは、スウォンジーシテ FC から得点を挙げたのが、唯一の得点となった。そして、マザーウェル FC に移籍し、ジェームズ・マクファデンと共に、アタッカーとしてプレーした。マザーウェルから放出されると、 2003年7月に横浜 FC に加入した。2004年にボルシアフライアルデン法編に加入。ありがとうございます。